さ、第2回も始まります。ほら、こっち。ついてくよ。より戻さないの？ジェシーと？まさか。長い付き合いだ。あ、ほんと。ジェシーはいい人だし、ご両親も好きだよ。これからもずっと仲良くしたいけど、マンネリ化しちゃってたし。なんで今までこういう話しなかったの？そうね。でも自分だってキャットの話したことないでしょ。だって話すことなんかないし、ひど、彼女のことあんまり好きじゃなさそうだったし。単に興味なかっただけ。あ、そう。彼女アートの才能はあるんじゃない？そのタトゥーも結構気に入ってるよ。嬉しい。すごい。でもお似合いじゃない。動かしてる。なるほど。あ、あ。別に。ヒラリーつないで。L1か。え？どこ行った？ねえ、いいもの見せてあげようか。自分の顔って言いたいのか。私の美貌にかなうものはないでしょ。はいはい、ほら行くよ。うん、なんか銃も構えられへんし。あ、そうなの。うん、そこまでかな。うん、どうこの景色。悪くないね。このルートの特権。絶対フィルちゃんの声も入ってるな。署名しないの？来て。誰とこのルート回ってたの？ジェシー？友人。へえ。友人とね、面白いやつだったよね。そうそう。あの人に配線の直し方とか教わったんだ。私もあんな73歳になりたいな。73まで生きられるならね。
署名して。ここ何なの？電波塔だったみたい。この水パイプ友人の？あれ今持ってないの？持ってない。友人の切らせたことなかった。なんでヒロちゃんと遊んだったの？うん、別に気にせんといて。これでよしと。定期的にみんな見に来て、そうここに書いていってね。なるほど。来て。この先の町が終点。ほら。あれが町かな。大きい塔があるとこ。そこが次の監視所。馬のところに戻ろう。昨日も同じ服着てなかった？汚れてないから。行こう。死ぬなら友人みたいに死にたい。脳卒中で？違う。ほら、老衰で長生きするの。エリー、ありえない。無鉄砲すぎて無理。これ自分のこと？は？エリーは絶対雪の中でスニーカー履いて王将にかかって死ぬで。今日はブーツ履いてるし。リーナはどうせ。ああ、私が言う。エリーの許さない。ごめん、落ちちゃった。違わないけど。調べた方がいいかな。平気そうだけど使えるものはありそうだし調べてみる。うん？
あ、ここの家か。ここまで来ないんだよね。外周で見つけて倒しちゃうし。あ、入らないの？入れる。トレーラー最高。銃構えれるからなんか出そうな。本当にこれに乗って旅行してたのかな。当然するでしょ。まあ感染が発生する前はもちろん国中回っちゃうけど。海外に行くのもあり。うん、そのうち行けるかな。いや、夢見るのはただ。ジェシーがよくカナダの話してる。カナダにある超巨大な滝を見に行きたいんだってさ。へえ、根っからのジャクソン子が。誰でも夢はあるでしょ。80年代のくったらない役所の映画、ジョエルがハマってて、わあ、私も結構好きだよ。無理やな、リーナ実況しながらなんか何するの。できるんちゃう。何かでこっそり抜け出してなるほど。戦いになると多分楽しそうだね。喋れへん、慣れる。サちゃんがやった方が良くない、これ。うん、あ、またカードや。うん、やった、これ持ってない。これってエリーのハマってるスーパーヒーローカードじゃない。そうそう、やる。いやいや、ならんや。なんで。私苦手やもん。それじゃどんな話の映画なの。二人の特殊部隊員が悪い奴らをぶっ潰す。ラストバースト最初のやつに確かツーではロシアのスパイと戦うんだけど、思ったよりその映画興味あるかも。それで若い方がバイバー、忍者なんだよね。森下ちゃん喋れるよ。めちゃくちゃ強いんだ。一作目ではその人何歳だったの。10歳。またそのシリーズ何本出てるの。プレイするときは4本だったかな。うわ、ジョエルは映画館で最後の見たって。やばすぎ。すごい。まだ映画作ってる人ってこの世にいるかな。絶対いる。どうしてそう思うの。うちらと同じ状況かも。生きるのに必死でさ。でもワンの時はもう最初からグッと引き込まれたけど、カメラさえあれば。ツーはそうでもないな。オリジナルソングあるの。まだ。なんで聞かせてくれないわけ。まあ、ええわや。これからエリーが一曲弾いてよ。頑張らへんといけない。考えてない。まあまあ、かな。もう行こうかな。うん。なんか出そうやねんけどな。まあね。でもまだ。まだかな。まあいいや。戻ろう。
あら違う。お前あら、ここから先行かれへんの。今では行かれへんの。行かれへんっぽい。無理や。うん？いや、こっちじゃないの？走ってやってみようかな。あ、そういうことね。でも3とグラフィックそんな変わらんくない？綺麗さ。じゃあ、あの、1と。プレステ、うん、プレステ3やったやんか。そんなに変わらへんような気がする。でもね、実写の映像は実写じゃないわ。ムービーは綺麗けどね。1年くらい前でジョエルと一緒にいた時、確か12匹。自分は最近20匹。さっき群れがいたよね。マジ今日その記録破れるかもよ。
ん、特に行けるとこなさそう。またち。あ、こうか。うわ、おった。うわ、いや、2匹おる。マジか。でも、ステルスで行ったらいけないんじゃん。わ、3匹おるやん。わお。それに、それに。こっちだな。建物の周り見てみよう。入り口あるはず。うん、今行く。どこへ。これってどこ行くの。うん、扉を開けられた。あ、フィッティングルーム。フィッティングルーム。あ、いた。どこ。うん、お前屋上に穴開いてるよ。ほら。ありがとう。ほら、ね。本当だ。入る方法探そう。Oh!
擦り傷。死ぬなら感染じゃなくて寿命で死んでよ。わかった。よろしく。びっくりするな。びっくりする。でもラストバースに求めてるのはこれそういうんじゃないよね。いやもっと深い深い映画見てるようなストーリー、うん、入られへんな。だんだん音が出てきて今まだ楽しい時間を過ごしてください。あんなひどい最後で終わったから、うん、最初はって思うのかな。できた。屋上に行けそう？どうだろう。ねえ、アルコール発見。布も見つけた。ほら、これで手当てして。帽子が飛んでるね。マスクつけて。オッケーね。マスクつけるのいいけど。よ。多分分かってる。その顔が雨になるのは嫌だからね。うわ、優しい。帽子飛ぶほどずっとここにいたんだ。感染進んでるやつに気をつけて。そうね、スーパーの上じゃない。ねえ、一階に降りよっか。あ、金庫。あ、これはクリステン、上物を金庫に残しておいたよ。暗証番号はうちのワンちゃんが優秀社員賞を取った日付。売っ払ったり他の奴らに会ったりしないでよ。あんたの腰に使って良くなるといいね。みんなより。うちのワンちゃんが優秀社員賞を取った日付。なんか飾ってある。え？見られへんの？こんなんアップできへんの？そうやな。じゃあ違うやつや。もっと周りに向かって。来たところにある。さすがにこんな近くにはないやろな。来たところにある。
ったとか、右右これじゃないの、あ、これあ2013、うん、ほんまや、ほら素晴らしい、どうした、え、あ、何月か書いてない、あ、ちょっともう一回見に行った、何月か書いてない、うん、戻って戻ってバツ、あ、あって何これ、え、え、あって何これ、ダブリーオブマーケットザマウンス、はい、月、今月が何日か分からない、他に書いてない、このあーっていうのは何なの、何あん、それあんじゃん、ジュン、ジュライ、ジュライ7月、2013年7月、え、ジュン7月やな、ジュライは、うん、よっしゃ、サプリメントを39個持っている、強化、強化、39個、聞き耳の移動、聞き耳の移動速度、聞き耳使用しない、使わんでもいいんだろ、まあ、使わんでもダメで、いざとって違う、うん、うん、なんだ、おお、リッカリッカ飛び出しないほうが音を取れずにリッカを倒す、リッカーは目見えへんから、そうそう、音さえ立てへんから、逆に音立てたらみんなやってくるタイプだね、逃げきおるな、you
エリー、ドア見つけた。手伝って。腰落として。これ1時間で切らなあかんもんな。そうそうそう、いいタイミングでセーブしとく。うん、1時間以上記録できんの？1時間以上は記録できんのかな。うん、一応設定としては無理。そうなんや、マックスが1時間。ここでセーブって、何これ？あげる、火炎瓶。ありがとう、はい。おお、やるじゃないの。うわ、買うな。燃えてくれたの。あ、燃えてる燃えてる。もう、あ、やば。
怖いな。屋根の穴めがけて投げ飛ばして。はいはい。じゃあ今日はここ。